オルタネーターとはバッテリーを充電する発電機のことです。一般的に10万キロから15万キロで故障する場合が多いです。僕の車は走行距離15万キロの時に突然オルタネーターが壊れてしまった。夜の国道を走っていた時に突然動かなくなってしまった。後ろの車にクラクションを鳴らされ、怒られた。そこで、走行距離が30万キロになったので、壊れる前に交換してみる。今回はついでにファンベルトも交換してみましょう。いつもの車屋さんで交換してもらうのですね。この整備工場はサファリのことなら何でも知っています。新しいオルタネーターが到着していました。今回はリビルド品を使います。夕方、交換が終わっていた。これで、あと充電が心配なく、走れるね。無事、作業が終わったようですね。ファンベルトも新品になりました。これが15万キロ走行したオルタネーターです。オルタネーターが壊れると、後ろの車の人に怒られるよ。